まあ、いろいろとお題目なくですね、雑談というだけあっていろいろな題材に触れてみようと思いますけれども、今回はというか今週ですね、先週か、ここ2、3週間ぐらいで、いろんな YouTube の方の動画見てると、マイク、新しく出たマイクの話がたくさん上がっていたので、実はですね購入してみました。こちらです。ちょっと読み方は正しいか分かりませんけど、なんかショアとかシュアとかっていうメーカーの MV3 とかなんとかっていう、ちょっと忘れちゃいましたけどね、ちゃんとした名前は後で下に出しておきますけど、これを購入しました。私はですね、昔ギター弾いてたり音楽よく聴いてたってこともあって、動画は映像が綺麗な方、映像が綺麗なのもいいんだけども、音がよりクリアな方が楽しめるというふうに感じているし、私自身はそういう動画が好きなんです。そういうことで以前はですね、オーディオテクニカの、あのピンマイクといって、ここに胸につけるのを使ってたんですけれども、今はこのマイクを使っていて、で今回はですねさらにちょっとより良い音を目指してこのマイクを選んだという、そういった経緯があります。これ簡単にセンサーでパッと使うのも便利だとは言うんですけれど、いくつか使い方とか、アプリでこういろんなモードが選べるみたいなので、そういうのをちょっと学んでからですね、使い方を覚えてから来週あたり試してみようというふうに思っています。今日は、XJAL1300 のお客様いらっしゃるんですが、その方が車で乗って評価してほしいっていうようなことを言われましたので、初めて FD マツダの RX7 の FD という最終型を乗っていました。それに関しては来週あたり細かい動画、 FD のこういう塗り味だったっていうのを作ろうと思っているんですけれども、まあちゃちゃっとこう感想を語ると、まあ、外観も好きだったんですけれども、ロータリーっていうのは FC 少し前の80年代のその RX7 ほんのちょっと乗ったことあるんですけれども、なんかあんまり速いっていう感じもしなかったし、230馬力のターボだったんですけども、なんか知らない間にもうオーバーレブになっちゃうし、ブービーってなってですね、なんだと思ったら今のレブってますっていう風にちょっと後輩に注意されたりっていうことあったんですが、今回の FD はそういうのがなくてですね、なんか普通の直四みたいなレシプロエンジンみたいな感触で、280馬力とかで出てるようなターボ車の割にはコンピューターセッティング変えてるとは言うんですけれど、低速からすごくトルク出てて、なんか乗りやすくて、エンジンのフィーリングがバイクみたいですごい楽しかった、そういったような、すごく楽しいエンジンでした。かといってですね、まあこの今から高い FD をさらに購入して改造を自分でできるかっていうとなかなかできないんですけれども、実は一度は乗ってみたいと思っていた RX7 の FD を運転することができて、とても光栄というかですね、喜んでいるということがあります。湾岸ミッドナイトで散々 RX7 出てきましたしですね、あの FD マスターの荻島さんですか、あの回はもうしつこく読んでましたし、C1 ランナーになっても FD 出てきましたので、いつかは FD っていうようなことを考えていたわけですけども、それがですね、まあ何ですかね、十数年経って、15年とか12、3年経って乗りたいと思っていた FD にやっと運転することができて、非常に感謝感激というような、そういうような土曜日でした。ちなみにですね、今日の土曜日、ちなみに全然ちなんでないんですけれども、今日の午前中は息子の運動会があるということで、なんかソーシャルディスタンスなんて言いながら、おじいさんおばあさんたちは見ることができなくて、まあ、両親だけっていうような状態で見に行きましたけども、最近カメラカメラって言ってましたが、私あの物止まってるものばっかり撮るので、完全マニュアル、あの露出というかシャッタースピード、絞り、ISO 感度、その辺完全マニュアルで一枚一枚その状況に合わせてちょこっとこう調整しながら撮ってるんですけれど、運動会みたいにこう動きのあるものを撮ると、そういうゆったりやってるわけにいかないので、そこら辺をですね少し学んでいかないと動き物は撮れないなっていうふうに感じました。かといってあんまりそういう勉強も興味ないんで、神さんにカメラ出して勝手に覚えてほしいなんて思ったりもしますけども、まあいろいろレンズ買い足したりですね、いろんなことやってるので、もうちょっと動き物を撮ることも考えて少
少し、いろんな調整機構を触っていきたいなというふうに感じました。最後に最近バンドメイドさんっていうバンドハマってるなんて話もしてましたがですね、新しく、まあ、いろいろ聞いてみると2つの曲がすごいかっこよくて、1つは、デイドリーミングというような曲、もう1曲がエンドレスストーリーという曲で、このエンドレスストーリー、まあ、両方の曲すごいかっこいいと思うんですけど、特にこのエンドレスストーリーという曲はですね、なんかこう安易な恋愛ものっていう曲でもないし、あと曲音楽 そのサウンド自体がですね、当社のこの名前の由来になったセイクレッドグランドという曲がありまして、それはですね、まあ、いろんなバンドやってるあのスティーブ・モーズさんという方の、セイクレッドグランドという曲があります。あの94年か96年に発売されたストラクチャルダメージというなアルバムの1曲目なんですけれども、その1曲目のこのセイクレッドグランドがあの CD 買うとですね、国内版の中に、インタビューが載っていて、この曲は、まあ、ギターを多重録音をたくさんして、ギターオーケストラみたいな感じなんだっていうことを言っていたんですけども、このバンドメイドさんのエンドレスストーリーもですね、中盤ぐらいからかなり多重録音かけて、あの歌もそうですし、ギターのサウンドとかもかなりたくさん乗ってると、こう明確なメタルとかバンドロックハードロックサウンドっていうよりはですね、どちらかというとオーケストラのような、まあその 弦楽器乗っかったり、こう叩き物っていうんですか、ドラムとはちょっと違いますけれども、まあロックバンドなんで吹奏楽とかが乗ってくるわけじゃないんですけども、そのクラシックコンサートみたいにいろいろな音がたくさん乗って重厚な音になっている。ですからやはりこうバンドで問題になるのはダイナミックレンジの広さなわけですけれども、それを通常は鍵盤楽器とかピアノとかで範囲でカバーしてくるのを、こう多重録音で厚みを持たせて演出しているというところに、私はより深い興味を覚えたというような、今週の音楽レビューって言ったらおかしいんですけども、だいぶ4年ぐらい前の曲ですけども、まあ、非常にいい曲だなっていうふうに感じています。今回の雑談は以上です。ご覧いただいてありがとうございました。今回もご覧いただきありがとうございます。次回の動画も楽しみにお待ちください。